では、はい、長谷先生、第2弾ということでよろしくお願いします。ま、前回は、はい、ま、クリエイターと、ま、発注者との必要な、はい、ま、法律ということで、はい、下請け法というお話を伺ったんですが、はい、ま、そのやり取りの中で、はい、ま、制作物というものは当然、うん、ま、出てくると思うので、はい、ま、それについての、ま、法律というところも、はい、今回伺っていきたいと思います。そうですね、はい、大体みんな気になるところ、うん、その制作したものについての著作のところだと思うんですね。作ってあげました、はい、まあ、納品しましたっていうと、まあ、どっちに著作権があるのか、はい、意外とクリエイターの方そこ気にしてるところもありつつ、はい、まあ、法律がやっぱりわからないっていう人も多いと思うんですけど、まあ、そこについて実際どうなってるんですか。そうですね、まず著作権はどちらにあるかっていうところなんですけど、はい、これは著作権者、つまり作った人ですよね、はい、にあるっていうのがもう法律の原則なんですね、はいはい、よく勘違いされるのが、まあ、納品しましたと、うん、で発注者の人がお金を払いましたと、はい、だからそういう著作権も全部発注者に言ってるだろうっていう人が結構多い、発注者側もそう思ってる人が多いんですけど、当然にはそうはならないんですよね。なので著作権は著作者、うん、作った人に帰属するっていうのがあるので、うんうん、その人から譲渡してもらわなきゃいけないっていう、なるほどなるほど、でそれをちゃんと取り決めておかないと当然には移転しませんよっていう部分があるんですね。なるほど、じゃあやっぱりその書面なりなりなりで、はい、そこはどうしますっていうのをしとかなきゃいけない、はい、そうですよね。だからまさにそこは後から揉めちゃう原因になるわけですよね。なるほど、はい、まあ、契約書とかそうですね、そういったところで、まあ、どっちが持ちますというか、そうですね、渡しますっていうのを決めとくってことなんですね。でよく多いのがやっぱりそういう、まあ、ウェブ の委託とかっていう形になると、まあ、制作料を払った段階で、うんうん、著作権も全部譲渡しますよ、発注者側に譲渡しますよっていうのが多いですね。そういうふうに契約書の中になってるところが多いので、まあクリエイター側受ける側としてはそれで本当にいいのかどうかってことですよね。その一旦著作権が譲渡されちゃうと、それをどう使って、うん、発注者側が大儲けしたとしても、受注者側っていうのは制作代金しかもらえないという話になるので、本当そのお金で全部渡しちゃっていいのかどうかっていうのは検討しないといけないかなと思いますよね。まあ、そうですよね、渡しちゃったらもう それっきりってことですね。そういう話になるんですね。なるほどですね、はい、で、まあ、その著作に合わせてもう一個、なんか大事な法律があるというのを先ほど伺ったんですけど、はいはい、そうですね、まあ、権利として著作権っていうのが今の話なんですけど、はいはい、それとは別の著作者人格権っていう権利も著作者にはあるんですね、はい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 、でこれはまた著作権とは別になっていて、で人格権と言われてるので、はいはい、いわゆるその人にしか帰属しないんですね。著作者にしか帰属しないっていう部分があるので、これは譲渡ができない権利という形になります。じゃあもう契約書の中で、譲渡して発注者側にとかっていうのはまあありえないね、そうですね、著作権を譲渡しますって書かれたとしても、著作者人格権っていうのは作った人に残るという形になるんですね。それは例えば、まあ、何か相手に渡すとか手放すっていう方法はあるはある、はい、そうですね、でよく用いられるのが、いわゆる著作者人格権を行使しないっていう文言を入れておくっていうのが取られたりするんですね。なので、まあ、発注者として、まあ、著作者人格権どういう権利かっていうと、例えば、名前を載せてくださいと、その制作物に名前を載せてくださいとか、はいはい、それを、まあ同一性保持権っていうんですけど、それを変えないでくださいとかっていう権利が著作者にはあるんですね、うん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 、そういうことを言われたくないというんであれば、人格権を行使しないという条項を入れておくと。なるほど、よくありますよね、写真とかでも、はい、まあ、写真撮った人の名前を載せてとか、はいはい、写真を加工しないでとか、そうですね、っていうのが、まあ、結局それがその人格権というところなんですね。だからそういうのを定められてなければ、著作者クリエイター側としてはそういう権利が要求できるっていうことになるんです。なるほどなるほど、じゃあ、まあ、そこもやっぱ契約書とかの中でちゃんと明記して、はい、明記しておくということですね。でクリエイターとしてもそういうのが、まあ、放棄するとか行使しないと、人格権を行使しないっていう条項を入れられてるんであれば、本当にその代金でいいのかどうかっていうことは吟味しないといけないかなと思うんですね。結局今のどちらもそのクリエイター側からしたら、やっぱり本
本当にその金額、まあ、だ結局制作費だけの金額で、はい、プラスアルファ その実はすごく大事なところも込みの金額になっちゃってると、うん、まあ、クリエイター側からしたらちょっとその金額ではっていうのを言えるか、そうですね、っていうところですよね、まあ、先ほどもあの下請け法 の、うんうん、あの買いただきではない、はいはいはい、買いただきのところもありましたけど、はい、そういうところにも関係してくると思いますし、うん、それで本当にいいのかどうかってことですよね、うんうんうん、そういう権利があるんだよクリエイターたちには、うんうんうん、っていうことは知っておかなきゃいけないですよね、うん、そうですね、渡すっていうところだと思うんですけど、うん、当然クリエイター側にもやっぱり守んなきゃいけない法律って多分あると思うんですけど、うん、はいはい、そこら辺は何かあったりします。そうですね、あの責任としてはあの制作物っていうのはきちっと他人の権利を侵害する、例えばあの他のものをパクるとか盗作して自分のものを作っちゃいけませんよっていうのはあるんですよね、うんうん、そこは他の人のものをあの、まあ、パクるっていうあの真似するんであればきちっと権利処理をしておく、うんうん、同様と著作その元々のオリジナルの人に同意を取っておくとか、うんうん、ってことはもうクリエイターの方でやらないといけないっていうことになりますよね、うんうん、だから発注者側の方で、はい、まあ、こういうのを、まあ、パクるっていうか、まあ、真似たりとかっていう時には、はい、発注者側がその人に対して何かするんじゃなくて、はい、受注者側のクリエイター側がちゃんとそこは整理してちゃんと法律的にもクリアにしておくと。そうですよね。なるほどなるほど。もし例えばなんですけど、まあ、納品して、はい、まあ、著作権とかも、うん、譲渡したと、うん、いう時にその後からクリエイターが実はパクってたよ、はい、が発覚した場合っていうのは、はい、まあ、責任は当然クリエイター側にあるってことですよね。そうですね、まあ、ただあの何もじゃ定めてませんでした、そういう場合はってなると、これはあの発注者側にも責任がかぶってくる可能性があると。でそこはそこでまた紛争になるわけですよね。ただ矢面に立つのはやっぱ発注者に矢面に立つので、じゃあ第三者から訴えられた場合にその発注者と受注者どういうふうにあの責任がなるんですかっていうのは、うん、きちっと定めておかなきゃいけないんですよね、うんうんうん、やっぱりそこもその契約書の中に書いておくってことですね。そうですね。でよくあるのがその、発注者受注者がいて、受注者側にいわゆる、そういうパクってないですよというのを、まあ、保証させるっていうんですかね、はい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 、私はパクってませんよと、うん、ちゃんとあのオリジナルなものですよってことを文面に入れておく、これ保証っていうんですけど、はいはいはい、よく保証条項を入れておくってことが多いんですね、うんうん、そうすると後からそういうふうに発覚した場合については、うんうん、まさに受注者クリエイター側の責任っていうふうになってしまう可能性があるということですね、うん、まあ、それが、その保証要項が入っていれば、はい、たとえあの著作権とかを渡したり、はい、人格権を放棄してたとしても、はいはい、責任、何かパクったとかっていう問題が発生した場合にはクリエイターがちゃんと責任を 取らなきゃいけない取らなきゃいけないということですよ ね。でまたあとよくあるのが そういう言った場合、発注者が第三者から訴えられましたって言った場合には、うん、いわゆる受注者に全部責任がありますよっていうような契約書にもなってることが結構多いんですよ、うんうん、あ、なるほど。やむって出すのは発注者なので、それで損害賠償を食らって、うん、はいはい、でお金払いましたと、うん、でじゃあその発注者と受注者の間でどう、それその払ったからどうするのか、発注者がっていう時は受注者が全部持ってくださいとかっていう契約書になってることも多いので、受注者それで本当にそれでいいのかどうか、ちゃんと保証できてできるのかどうかってことは見極めないといけないですよね。まあ、当然まあパクっちゃいけないんですけど、やっぱそこで実はあのクリエイター側も気づいてなくて、その侵害しちゃってたとかってなって、何かあった時に本当に責任取れるのかっていうことですよね。そうですね。なるほど。まあ、やっぱそこも、まあ、今回の話もやっぱりお互いに。そうなんですよね。ですよね。発注者もこれは気をつけないといけない。先ほどの著作権なんかしても、うん、当然著作権受けられると思ってましたとか、うん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 、人格権、ね、後から行使されると思ってましたっていうのは通用しないかなと思いますよね、うんうん、そこはちゃんとお互いに、うん、まあ、了承を得て、まあ、契約書でしっかりと決めておく、うん、そうですよね。なるほど、分かりました、はい、今回もなんかだいぶやっぱりその僕なんかでも知らないところもあるし、うん、特にまあ、ね、規模が小さいところとかで、うん、まあ、大手になればそこら辺きっちりやってくれるところもあると思うんですけど、やっぱりウェブのね、小規模、特に個人事業でやってる人なんかはそういうところがやっぱりちょっと抜けて、うん、で契約書には書いてあるんだけどそこまだチェックできてなくてとか、ね、あとトラブルとか、まあ、よくあるのかなって気もします、まあ、今回の話、まあ、本当に有益なものだと思う、はい、ぜひまあ、参考にしていただいて、まあ、もし何かトラブルがあったりとか、うん、あのこういう場合どうしたらいいんだろうというのがあれば、まあ、ぜひ中野先生に、ね、はい、あの
気軽に、ね、はい、ご相談していただけたらなと思います。今回も中野先生ありがとうございました。ありがとうございました。